はいどうもー、ナムチャンネルのタケちゃんです。おはようございます。はい、朝から声出ません。はい、ただいまね、時刻が、5時24分でございます。朝のなんか昨日お兄ちゃんが台風近づいてくから4時か5時ぐらいに風強くなるかもしれないっていうんで、ちょっと早めに心配で出てきてみたんですけど、それぐらいが風吹いてくかな、ね、風なんぼか出てきましたね。台風はあちらからやってくるんだけど、まあ、とりあえずね、テント飛ばされるような数がないんで、今のところ様子見ながらやりたいんですけどね。今日なんか11日が8月11日の朝だからな、今日明日かな、12日一応ここ台風本番になるみたいなんで、ちょっと早めに出てきてみました。まだ誰も来てないんですけど、人もまだこんなにいません。はい、とりあえず誰もいないけど、あの店の開店準備の方ね、進めていきたいと思います。じゃあ、あとまーちゃんとお兄ちゃんほんの時食ってるから、とりあえずやっております。はい、いや風このぐらいで進めばいいよね。はい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 。じゃね、はい、これ今肉始まって、はい、肉焼いて油温めてたら、はい、5時半だな。はい、まーちゃんが登場しました。おはようございます。私にそんな顔して、はい、寝たべきの俺より早かったべ、まあ、俺より早かったみたいの、はい、俺30分くらいしか横になってない。いろいろ鍵物やってお客さん切れなくてずっといてで帰って YouTube 編集して、はい、鍵物して YouTube 編集して、まだでシャワー浴びで横になって30分出てきました。寝たべ、はい、俺の倍以上寝てっぺ、なあ余裕で、えなあとりあえず揚げていいよ、はい、まあ、作るものね、なんとなく作ってるんで、まあ、まーちゃんにお店あげてもらいます。はい、よーい。じゃあね、今セデって鹿島さんの方もね、そろそろ開くのかな、行列になってんのかね、はい、それからね、天気予報ぴったりだったな、8時から雨降りますって俺言ったらね、大体今8時何分前だべな、2、3分前かな、あんだけ並んでやらこんなもんだって。7分前か、なあね、パチンコ屋以外でも回転待ちすんだな、すごい大人気店だな、せでって鹿島さん、うちにも並んでくんねえかな。はい、雨降ってて誰もいません誰もいませんはい、私たちはね、ちょっと雨降られるとアウトなんで、気長に待ちたいと思います。はいはいはいほー、いやね、はい、今セリットさん相手ね、ちょこっと時間だったらね、はい、うちのママちゃんもやってみます。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ元気かおめ、元気元気、疲れてっか、うん、え、俺は抱くんだ、だろ抱くんだ、うん、とりあえずママ来たんでね、ちょっとマーちゃんと俺早かったんで店番頼んで、ちょっと休憩ちょっと入りたいと思う。俺でも合わんねや作るものとりあえず作って、あとママちゃんに店番しててもらえんです。はいはいよー、まっちゃん疲れたな、あーちょっとよ、これ一服すとこで一服してたっけ、なんかこれ三鷹尾の人いっぱい集まってきた、これはい、こんにちは、どうかじゃん、うるせえうるせえな、久米もさんだよ、なうるせえなっつってちょっと一発食らしけてこここのゴリラみになってるもうね、完全に、ね、疲れ切ってるよ、ね、いや疲れてるよ。あーどうもこんにちは、こんにちは、こう体だけ顔映すかあどうもどうもご無沙汰してます。こんな暑いのに役所ばっかり来たの、役所ばっかり来ました、ありがとうございます。台風来るよ、台風で台風知ってるよ、言わんじゃったってテント飛ばされるよ、テント首もさき飛ばってきゃ、頼むよ、ほらね、えしがみついてたよ、あのあこれ牛オフ会、オフ会ね、これ伝説のナムちゃんオフ会、まだ前半オフ会したってオフ会集まってないから、視聴者さん数名しか集まってない、いやオフ会です、今日今期は視聴者さん今期集まればたくさんですわ、あれ今日は秋田から来てないのかな、秋田からあの人来てない、いや遠いから、遠いから来てないから、あの人はね渋町な、渋町来てないな、あの方だから、あの人じゃねえ、肩偉いんだから、偉いんだから待ってるよ渋町、待ってます、シプチョン。俺は具合悪くてゴタゴタだけど。だからね。とりあえず、はい、うん、静かにして。だそうです。
はい、はい、じゃあふみもさんに焼きそば売りつけますはい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 まあ、いつもありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。ふみもさんも暑いから体に気をつけて。本当暑いな、今日は。頑張ってください。はい、オッケー。よし、じゃあ、ハバナイスデー。バイバーイ。本当に元気な親父だな。元気です。はい、どうも。はい、どうも。はい、はーい。じゃあね、今ね、ちょっと2時ちょい過ぎたところなんですけど、そろそろ雨降るのかな。4時くらい雨降るしたなきゃな。でも動画わかんないけどな。虫けられたら、そんなのもう。ということで、まーちゃん。俺優しいからたまに早く帰らせっから、はい、俺はまた元気にやってっからよ、近日来る前にパッと逃げんだべはい、ということで今日人物支給ね、はい、はい、これ今日のニット、なんだっけそれ、アンパンとアメリカンドッグ、よし、ご苦労、帰ってよしたまにね、早く帰されるとマーちゃん具合悪くなっちゃうんで帰るという帰んねえだな、はい、あとは俺やっから任せて、まあ、休憩所にしかいねえけどじゃあ明日またよろしくです、はい、お願いします。今日なるべく休んでください、はい、じゃあお疲れ様でした。はい、はい、まーちゃん帰ります。寂しいです。はいはいよー。じゃあね、はい、まーちゃんと入れ替えてキイちゃんが出勤してまいりました。キイちゃん、おはようございます。おはようございます。どう、まーちゃん早めに帰っちゃった。はい、え、なんかしたのかおめえ、喧嘩でもしたのか。急に青ネジ帰るなんて、あれよっぽど疲れてたのかな。え、帰って、早く帰って、帰ったっていいんだ。どうしたの、こいついいんすか。珍しく、いつも最後まで見ますよ。くせんな、地獄ですか。大事、大事、何、地獄プリズンすから、ここ悪いことしてないのに。ガジ、悪いことしてっと、お前オレンジのつなぎ着て仕事するよ。アメリカ、アメリカだね、それとりあえず、はい、ケンちゃん出勤してきてくる。午前中だってなんかやってたの、仕事。気持ちいいね、疲れたね。まあ、今日来なくてもいいかな。いやいや、ダメだ、ダメだマーチ、マーちゃんもいねえ、ケンもいねえって寂しくしようかね、俺。サプチャいるんだ。いや、別に喋んねえよ、別に。カメラ向けて喋っけど、いつも黙ってくれ。仕事に断念じゃなくて寂しい。いや、寂しい。仕事なんで寂しいが。だから色だから色いや、近畿だから俺ママと飯食ってくから、じゃあな。だって、おめえはおめえ今来たんだべ。だって俺はずっとオールだからよ。しょうがない、頑張ってください。ありがとうございます。まあ、とりあえず金ちゃん、唐揚げとかいろいろやってくれてね。私も焼きそば作ったりします。はいはいよー。じゃあね、さっきまで天気なんとか持ってたんですけどね、雨が降ってきちゃいましたね。そんなに強くはないんだけど。今何時だ？あ？7時。何時？7時。7時？嘘つくな、このおめえ。おめえ来たの3時過ぎだもん。3時だもん。おめえ7時になってるから来たの。じゃあ、5時ぐらいか、今4時？4時半。4時半？あ、じゃあ天気予報通りだ。だいたい4時ぐらいになったらね、降る予報は出てたんですけど、30分遅れて降ってまいりましたね。風と雨一緒に吹くとさ、こう建物の中に吹き込んでいくから仕事なんだよね。あんまり吹かないことを願いますね。和田雨も湿気強くてベタベタで曲げなくなります。はいはい、おーい。じゃね、はい、私今ちょっとね、車の中で休憩したら、セブンヘイジに真っ暗だって雨降っとるやつだ。さすがに疲れて、まーちゃんも早く帰ったしね、交換交換休憩しないともじません。今9時ぐらいなんだけど、車の数もね、だいぶ減ったんでね、もう今日は終わりだな。筆っていうの本体さんも閉まったんでね。はい、どうしてもこのテントはな、雨降られてもお客さん終わっちゃうんで、芋屋さんも閉まっておりますね。こっち、こっちだ、下り線か。こっちは下り線もお客さんいて、こっちまで駐車場びっちりなんだけど、もうガラガラでございます、はい、こっちの上り線もガラガラでございます。
帰れときは早く帰れないと帰れなくなるんで、ちょっと状況見で締めたいと思います。はい、いや値段は久しぶり。はい、よーじゃあね、はい、雨もだいぶ強くなってきてね、はい、車の方もほぼないんでね、お店の方も閉めたいと思いますね。はい、もう閉めました。はい、ママドケンちゃん、テントの下で待機しておりますから、お疲れ様でした。ああ、お疲れ様です。ちょっと疲れてんな。ちょっと俺のマナさんな。おほほじゃね、ちょっと嘘っぽい。ちょっとあ、嘘じゃん。おめえ、先週だか先々週のマーちゃんだべ、なんだっけ、はい、きっかけじゃなくて、なんだっけ、俺なんだっけ、気管支炎、気管支炎、気管支炎、うわ、冷てテントから水降ってきたわ、おめえ。とりあえず閉めっぺ、明日巻くから、うん、なんか台風直撃するんだろ、このまま多分だけじゃん。俺にはいつも直撃してる台風が。でもなんか上の岩手の方に行ったんだよね。明日は一日こんな感じになる。ああ、明後日は行くなんのかな、うん、明日の夜7時から6時ぐらいやむんだよ。あっか、うん、まあ直撃 しないことを願ってずれたんだべから、まあ過ごしたいと思います。みんなで休み取りながらやないともじません。もう金ちゃんもあんぐびしちゃって疲れて、まあ、とりあえずね、今日無事に2日目か、え、今日何日だ、3日目かってまた先長いな。前半戦3日目終了でございます。またちょぼちょぼやっていくんで応援よろしくお願いします。クジ回んねえは、赤いカニ食いから帰っか、牛食いからやもう、はい、ペッペ。じゃあオフィス閉めます。じゃあまた皆様会いましょう。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。もう気になってまっすぐ前しか見てなかった。まっすぐ前、はい